どうも皆さんこんにちは、ダッチョブブです。本日はですね、このデビルメイクライをやりたいです。かなりまあ唐突なんですけど、このゲームはですね、私が前回と前回の前回の前回の前回ぐらいのセールの時にフルセットで買ってから、あまりにも忙しすぎて手がつけられなかったゲームのうち一つで、まあせっかく長期休みに入ったし、どうせなら実況しながら紹介していきたいなと思ってやってます。やることになりました。はい。もともとかなり興味あったシリーズなんですけど、まあ今回改めてそのやっぱりそのカプコムの巨頭のうち一つである、まあバイオハザードに並ぶね、有名作品であるデビルメイクライを全部履修していきたいなと思ってやります。今日はなので完全に初見です。キャラクターもダンテぐらいしか知らないです。そのバージルってのがいるのは知ってるけど、ダンテしか知らない。はい、というわけでやりたいです。で、今回ですね、このゲームは古いゲームなので、コントローラーを使わないときに、まあ、キーボードの設定がちょっと変なことになってるゲームなんですよね。そのマウスを使ってゲームができないタイプのゲームなんですけど、それをその無理やりそのしっかり、今の現代のね、プレイステーション4のコントローラーに対応させるために試行錯誤した結果、ちょっと不具合はあるものの一応プレイ可能な状態に持っていけたんじゃないかなっていう希望的観測で今は成り立ってます。ちなみに今のこのカチカチ言ってるのは私は操作してないです。勝手に動きます。まあなので途中でなんか思うように動かなくてあーってなる時はあると思うんですけど、まあ、その時はその時で、まあとりあえずこの設定にね3時間ぐらい使ったんでやっていきたいと思います。で操作説明のためにオープニングだけ見ました。でもそれ以外見てないです。ほら、頑張ってニューゲームに持っていこうと思って、ボタン1個しか押してないのに、すぐにオプションまで行っちゃう。いや、オプションもだからいいんだって。だから勝手に動くな。よし。はい。あっ。じゃあ、お前、やめろ。はい。はい。ほっ。よし。入った、入った。まあ、こんな感じでね、めちゃくちゃ苦しみながら操作していくと思うんですけど、まあ、頑張ります。マジかよ。平和だって、マジかよ。人間で平和なことなんて一度もないのにな。マジかよ。ジャスティスだって、ジャスティス、正義だぜ。闇だぜ。闇 VS 正義だぜ。スパーダ君だぜ。降臨しちゃったぜ。平和だぜ。命がなんだ、なんか伝説になった。レジェンドだぜ。レジェンドだぜ。イエー。わ、現代だぜ。なんか雷とか落ちてて空がやばいぜ。光ってるぜ。あ、ポリゴン女性。スーパー着地。いや、スーパーヒーローランディングってかっこいいよね。俺は好き。やっぱアイアンマンとかしてるイメージが高い。ドーンつって腕下にやるやつ。わ、すごい。ゲームのタイトルだ。まあ、閉店だぜ。マジかよ。うわ、やべえ。ダイナミック入店。ハンディーなマンだぜ。I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. マジかよ、こいつスパーダの息子だってやばいな。食いつきもいいらしい。すげえ。しかも当たるらしい。覚悟だぜ。ああ、慣れてねえじゃん。ああ、やべえぞ、この美女やるぜ。うわあ、刺されるぜ。うわあ、痛そう。うわあ、苦しんでる。ダークナイトだぜ。剣の使い方だぜ。うわ、投げるぜ。うわあ、あれ、あ、あ。銃持ってる。すげえな、こいつ。うわ、止まったし。
なんかすげえ薬莢が出ない素晴らしい銃、なんて現代的なんだ。悪魔だぜ、なんて力。ああ、ケントが抜いちゃったぜ。アクションが割とかっこいいよね、真面目に。It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help. マジかよ。でかいことしようとしてるぜ、このトリッシュって女。すげえぜ。マジかよ。写真の女性？何？ここまではね、私はちょっと、12回ぐらい見ました。起動してね、操作者確認をしてね、閉じてね、起動してね、操作確認してをね、操作確認して閉じてのね、ひたすらめちゃくちゃやったんで、なんかもう飽きました、ここ見るの。ちょっと嫌になってます、本当に。わあ、すごい。やばい、ゲートだぜ。まるっと、わお、すごい、石がなんか並んでるぜ。すごいぜ。うわ、飛んでるぜ、なんか、鳥じゃないやつ。読み込んでるぜ。よし、で、こっから先はね、初見になるんでね。まあ、もっとマシなリアクションが出るかな、できるかな。もう、これでね、もう、動かなかったらね、もういい。もういい。俺は、このゲームやらない。すげえ飛び方。でもね、ダンテ君はね、歩いていくんですよ。紳士的だね。ほら、触ってないのに勝手に動く。まあ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 、多少のスティック操作はね、ああ、挑発やめて。挑発やめて。アイテム落ちてる。イエローオーブ、イエローなオーブだぜ。あ、まあ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 、これに苦しみながらやるのもまた一興と。これぞデビルメイクライ。すごいぜ。なんか悪そうな白だな、本当に。邪悪な感じがするわ。ダークネスな白だわ。まあね、どうせやるなら一作品目からやった方がいいと思ったんで、先に目からやります。呪い人形だ、マジかよ。呪われてるらしい扉。あ、扉が扉じゃないし、なんか わざわざ開いてたやつが勝手に動くけど、まあまあ俺が舵を切れば。あ、勝手に挑発しないで、やめてやめて、勝手に挑発しないで、戦闘中やめて。とりあえず三角で剣が出して、バツでジャンプができる。オッケー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 。こんな具合でね、銃も撃ち撃てる。この扉は封印されている。45個のレッドなオーブが必要だ。なんだお前。あ、レッドなオーブ落ちてる。多分あれだな。OK。イエース、レッドなオーブ。なんか叫び方がベルセルク。古びた鍵。なるほどね。古びた鍵が必要と。やめろ、もう勝手に動くな、お前。お、レッドなオーブ落ちてるぜ。ゲッツ。6、 あれ ?1 個しか拾ってなくね。ああ、なるほど。いくつかもらえるのか。裏になんかあったりしないかな。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、最初からね、私はね、昔からね、その中世の城フェチみたいなのがあるんでね、こういうとこが大好き。大好き、本当に。バイオ4のね、サラザール城とかもね、めちゃくちゃ好きだったんで、やめろ。はい。警官について語れない。ダンテめちゃくちゃ永遠に挑発する人を。よくないよ、人のこと挑発するの。されたやつの気持ちを考えろ、バカめ。よし。いやー。オッケー、飛べるか。あ、一応、あ、はい。もう、お前直接飛べるのか。右から。オッケー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 。ちょ、馬のケツに乗るな。あ、ちょっと勝手な操作やめてください。あ、もう一回、もう一回ね、遠回りこそが一番の近道ってね、ジャイロも言ってたんで。言ってたっけ、近道って言っては言ってなかった気がする。遠回りこそが一番の道だったっけ、なんかそんな感じのことをね、ジャイロツェペリも言ってたんでね、わざわざ外側からぐるぐる回っていくわや、ほんま。
壁に走るな。行くぞ。ほ、あ、そんな。そう、壁ジャンプできるのは知って、あ、こっからどうよ、こっからどうよ。あ、ダメです、上がりません。コントローラーがまともに動かないから。実はアスレチックのせいでダンテ君ここで人生終了してしまうかもしれない。頼むから、あまりアスレチックがないゲームだといいな。いっぱいね、そのね、アスレチックをするのは好きではないからね。これもう3回目。いくよ。ほっ、ほっ、ほっ、あ、あ、what the fuck。俺、いや、わかんないわかんない。近道こそがね。あ、わし、やき、あ、くそ。初見向けワークスルーを見てからやった方が良かったかもしれないけど、そしたら初見じゃなくなる。初見プレイに意味があるのに。こっちどうよ、こっち、こっち取れる。あ、なんか取れた。え、どうやって。あ、上がれた。あ、はい、いろいろルートがあるっぽいね。いいね。よし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 。レッドなオーブがいっぱい集まってきたぜ。さすがレッドなオーブだぜ。こっちなんかあんの。あ、持ってきちゃった。でもまあ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 理解。壁に貼り付けば、そう、この通り。これはブルーオーブの欠片。体力上限が上がると集めれば。いいね。こういう系のゲームで大事なのは、プレイヤーが起こすエラーをね、どれだけ回収できるかなんで、体力上限って結構大事だったりすると思う。あそこまで上がらなきゃいけない。あ、とりあえず壁ジャンプ発動の条件でスティックがね、壁にしっかりね、壁のねと平行というか垂直に向いてないといけないというのを気づいたけど、そう、それをするにあたって私のスティックはランダムにごちゃごちゃ勝手に動くという病気にかかっているので、よし、オッケー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 、あ、動け、貴様。あ、最初のこのシーンでめちゃくちゃ時間使うやつなんているのか、案外多いかもしれない。おいけ、うん、よし。よし。アスレチックで頭ぶつけまくるダンテ君、かわいそうだな。あ、来い。あ、う、ひどい。そう。このまままともにプレイできるのだろうか。あ、う、戦闘、最初の戦闘にすら行かず13分も経過しやがる。赤い玉々を集める所業のために。あ、もうこういう風に行けば、案外？あ、あ、はい。おりました。21個しかないのか、レッドオーブ。半分ぐらいで出したら許してくれないかな。まあ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 。いろんなとこを探索していこう。赤い扉以外の扉ないかな。あそこにレッドオーブがあるの分かったけど、どう？レッドオーブが必要だ。はいはいはい。そりゃそうだ。うるせえな。挑発もすんな。だってあそこに行かなきゃいけないのは分かった。左上ね。あそこね。天使の層の近くね。とりあえず頑張ろう。歩け！ダンテ、走れか。走れ、ダンテ。ゴー、ダンテ、ゴー、ゴー。あれ？この上オーブあったじゃん。さっきなかったよね。やった！ 31。お、おーおーおー、give me all please。なんだ、わざわざ。近くから通った方が良かったじゃないか。近くってわけじゃない。お、ぴったり。ってことは扉のとこに行ける。なんかあの青い炎に触れたら古びた鍵がもらえるとかありそうだな。なんだあれ、めっちゃ落ちてきた。わったわった。え、な、こんなにもらっていいんですか。俺馬のケツにまたがっただけなのに。カメラワークがね、昔のゲームって感じがするね。さすが2001年のゲームではあるんだけど、ちょっと酔うかも。あ、上がれ。
馬のケツに上がらせろ。あー馬のケツに上がれない。もういい、じゃあ上がんねえ、俺には必要ねえのさ。どうせ古びた鍵だってね、さっきのね赤ルームにあるに決まってる。はい、レッドオーブを45個使ったぜ。イエー、手がマジックハンドがどっか行ったぜ。爆発したぜ。か勝手に動くだ。おお、バイオ式移動。窓から城の庭園が見える。あ、ちょっとコントローラーが外れたんでちょっと変えますね、いろいろ。よし、コントローラーが戻ってきたけど相変わらず勝手に動くと。俺が白フェチじゃなかったらとっくのとおりやめてるな、このゲーム。ああ、なんてこと、人形だ。怖いね。お、レッドなオーブが落ちてるぞ。今んとこなんかあれだな、城を徘徊してさ、レッドなオーブを集めるおじさんになってる。ちょ、お、取った取った取った。 Yes, give me red orb。 101?45 個使って100もあんの。なんでこんなのあるの、red orb。 鍵ですか、これが。これは何ですか。これは鳥です。あ、来た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 。やっぱりね、古びた鍵がねここにあると絶対動くでしょ、あんた。ああ、悪そうな人形。目も赤いし。ああ、とりあえず切る。な、挑発すんなお前、何もないところで挑発すんな。ちょ、なるほどね、レッドアブは実質通貨みたいなもんだと。なるほど、へえ、そうなんだ。この部屋は戦争で捕虜となった敵味方の交換を捉えておく場所だったんだ。知らなかったぜ。人形が真横で俺を襲ってる時に言うことではないな。あ、撃てんのか、これで。オッケー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 、いいね。降りるぜ。いいねいいね、今んところ楽しい戦闘は。あ、終わってしまった。もっと戦闘したかったのに。開かない？あ、開いたわ。普段コントローラーでゲームをするのに慣れてない人だけど、ん？ 3 つの穴があると。オッケーオッケー。まあカプコムあるあるのあれだな、利便性もかけらもない鍵の配置な。これは？ちなみにこれは？あ、上がれるけど、なるほどね、 上からは無理だと。オッケーオッケー。とりあえずここを目指していこう。分かったな、お前。おお、クール。Give me orb。体力最大値はどうやって回復するんだろうね。いや、体力はどうやって回復するんだろうね。操作をね、確認してこう。弾は無限なのいいな、でも。ジャンプしたら、丸は通常でもうこの時点で射撃なのか。もうやかましいな、挑発が。こんなに相手を挑発するキャラだったのか、なんては。とりあえずここで古びた鍵を使っていこう。先行けそうだよね。なるほどね。17体の人形を全員処刑しろと。俺今何体殺したんだっけ？あ、あるある。あそこに人形が。お。いいね。殴れば発動する鍵なんて、いけてんじゃん。お。これは？これは？戦闘パートか？戦闘パートか？来た。
正直言っていい、2000年のゲーム自体めちゃくちゃ戦闘が楽しいわ。これは何、ヒール？お、体力回復？おーおーおー、いいね。その場で左右がでかい。わざわざ。いや、17体全部殺してやるよ。見て。ちょっと。やばい。まあ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 。銃さえ使えば。あ、なるほどね。撃ち落とせるんだ。いいな。おい、このゲーム作ったやつセンスの塊だぞ。さすがカプコン。よし。あ、これはね、コントローラーでやるべきゲームだわ。マウスとか使ったら逆にめんどいやつ。なるほどね。これで、これであそこの扉が開くんじゃないの。お、来た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 。さあ、俺を乗せて上に行け。あれ？あ、そう、こいつじっとしてられないから上に上がれないかも。待って、これ意外なところで、意外なところでまずいかもしれない。待って、意外なところで積んでるかもしれない。だこういう時は、こういう時は分かった分かった分かった。ここで立って、入力を外す。よし！無理やりコントローラーをブッチすることで、静止状態を作ること。あ、まずい。はい、繋がって、コントローラー、繋がって。何挑発してんだ、お前。そんな暇ねえよ。よし。危ねえ。な、バカ、挑発すんだ。バカ、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 バカ。何、挑発したらなんかいいことあんのかな。まあ、分かった、分かった、分かった。で全部撃ち落とせなかった。よし、いいね。これでさすがに17体やったんじゃない。おお、オッケーオッケー、やっと開いたわ。あの爆発する手は何なんだ。なるほどね、デビルメイクライは感じるゲームかもしれん。ブルーオブゲッツ。あ、なんか最初の女神像みたいなの持ってたの、ブルーオブ説あるわ。あれ回収した方がいいかもね。あ、クリアしちゃった。まだ2個ぐらいブルーオブあったのに。まあ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 。C、どうも。まあ、全部 S ランとか狙うんだったら、ネクストミッションだよ。あ、セーブした方がいいかも。ミッションごとにしてセーブした方が絶対良かったかもしれない。まあ、いや、今回は2ミッションやってやろう。機嫌がいいからな。よし、あら、まあ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 、いい感じ。コントローラーがまともに動かない人間にしたらいい動きをしてるんじゃないか。あ、いった！お前銃使うなんてずるいぞ。お前銃使っていいのは俺だけだろ。文明の力使うんじゃねえ、人形の分体で。ほら、なんだお前、仲間を巻き込むなんて、ワンピースにありそうな題材のことしやがって。ほら、いて。もしかしたら俺し、自分が忘れてるボタンとかあったりする。ちょ。打ってもキリがね。で、どこにいんの？ショットガン持ってるぞ。ちょ、あ、死んでしまった。死んでしまった。そんな。ちなみに、あ、そういうこと？待って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 。
ま、ちょ確認がしたいのに、やめろ、まともに動けねえ。なるほど、もしかしてアーケード式で残機なのかもしれん、イエローオーブが。そしたらまずいな、あんまり長く戦ってられないわ。さっき見た通り割と無限巻きっぽいから、古びた鍵、オッケー。もう避けた。ちゃんと敵の動きを見て操作しないと、ちゃんとゲームしないとな。割と適当にやって無限に暴られるタイプのゲームではなさそう。ちゃんと倒すべき敵とかプライオリティとかを考えながら操作しないと。なんだお前、さっき待ったよな。壊せたりする。あ、パワーアップできんだ、ここで。理解だけど、あ、勝手に動くから。ちょ分かった。デビルスターってなんだ。ちょやめろ、読めないじゃないか。はい、抜くコントローラー。メニューの操作は全部キーボードでやる。賢い。デビルスター、レベルトリガーがないからまだ無理。失われた体力。あー、なるほどね。なるほど。オッケー。2回。今のでひらめきました。メニュー操作はキーボードでしかやりません。ここで戻ったら、コントローラーをつけて、認識するまで待って。よし、逆に考えると戦闘中に急遽これがやりたいって時に選べないってこと、まあそれは決して悪いことではないが、いや悪いことではあるが。見て、おお、ちゃんとジャンプアクションしないといけない。このドゥルってダルはこの後上がったりするんだろうな。いろんな攻撃パターンが増えて、今んところ銃とナイフしか使ってない。っていうか、ジャパニーズじゃない刀使ってるけど、ノットジャパニーズ、中性ソード使ってるけど、中性ソードっていうぐらいのあれはないんだよな。中性感もないんだよな、銃っていうか剣に。細かいところをちゃんと調べていきましょうよ。カプコンファッションなんでね。初老の男の絵が飾られている。体験。わからん、アラストフ。剣が飛んできた。あ、いって。え、死亡。なんか昔のカプコンは割と初見殺しが多いというのは聞くけど。ダンテ君何してんの。あれ地下とか貫通しちゃってるよ。やばいよそれ。わった。あ、気づかない。待って、さっきまで持ってた剣は。あ、なんか強くなったのこれ、もしかして。悪魔の力。ああ、オルガンがいい味出してる。え、なるほど。ああ、中二病。なるほど。でしょ、
メニュー操作するときは一回外して、はい。あ、これ、私。OK。さあ、片身の剣がもう終わったよ。なるほどね。武器の数は増えるのか。よし、こういう時に、もう一回ワイヤーを拾って、こう Bluetooth の接続もいろいろ考えたんだけど、うまくいかなくて、結局アナログ式にチェック、今めちゃくちゃ優秀なプレステ4コントローラーをつなぐっていう遊び方をしてる。割と贅沢。あ、そう、こういうね、あれを壊すと、あ、早い。あれはなんだ、取るでしょ、古びた鍵やつ。ああ、待て、文字はあんまり読みたくない。はいはい。ああ、なんか黒い翼持ったやつが冥王の前に出てくるって話ね。神の塔が消えた、だが飛び出てきた、救え。いや、ちょっとだるい。まあ、文字を読むのは嫌いじゃないけど、口に出して読むのは苦手。音読とか小学校の頃やってた時に、と思いながらいつも言ってた。ショットガン Please give me! Of course, shotgun, please! I would like to have a shotgun. Yes. なんだよ、その、もうそ、やめろよお前、ちょっと面白いだろそれは。はい、ショットガンゲッツブロー。 I got a shotgun。 よし、まあショットガンはね、私のね、ゲームおよび現実で最も使ってて楽しい武器ランキングナンバーワンなのでね、広範囲に何か弾が出るっていうのは非常に楽しい。現実ではあんまり撃ったことないけどね、サイパンで撃ったことがあるぐらい。そんなにショットガンを語れるほどの弾数は打ってない。いて！証？ちょ、やめて。メニューを開かないでほしい。オッケー。こっちは、天使の像。ん？なんかおるで。降りてこいよ、お前。起きろ。おい、おお、キョ上がれた。獅子の像、獅子に認められたものしか解放できないと。オッケー。いや、ハンドガンの10倍ぐらいは。あ、なんだお前、釣られた。まずい、マリオネットみたいになってる。いいね。ショットガンってのは気持ちがいいね。やっぱりショットガン。よし。2発同時消費。こういうゲームってだいたい次回作とかに比べて1作目とかのアクションが地味だったりして、なんかあんまり楽しくねえなってなりがちなんだけど、ちゃんとデビルメイクライ1面白いな。ちょっと嬉しいわ。お前が神か。じゃあちょっと、はい、一番、はいはい、分かった。あ、他にないの。俺もっと打ちたいんだけど、人形でも何でも。誰だ、バサガになってしまった。もう何、封じられている、出れねえじゃん。
神を知り解けよ。配信行為みたいなのもしたいけど、これでキルとか詰まってしまった。万事が力で神を知り解けようか。アホ、すげえアホなことしてる。あ、なるほどね、賢い。そ、どういうことやね。あ、オッケーオッケー、これはオッケー、開いた開いた。なるほどね、ぶん投げれと。なんかかっこよく脳筋なメッセージすんのやめてくれる。お、スタイリッシュ脳筋じゃん完全に。待って、アスレチック、もしかしてアスレチックは嫌よ。アスレチックは嫌よ。上上がるとまあ特に何もないと。これは、あ、戻ってきたのか。ただいま、いっぱい本とか置いてある場所ね。本はね、心の健康には良くないけど目にはいいよ。みんな読もうね。ひどい、死神が消えた。ああ、ああ、なんか悪そうなやつが出てきた。でもダンテはこんなやつ怖くないぜ。なぜならショットガンがあるからな。笑いすぎやろあんた。ああ、銃しか使ってない。どこだアクションは。で、ハサミ使うのはこのシダーマンが。待って、普通に銃が楽しすぎて、さっきから剣も全く使ってない。本来の楽しみ方ではないかもしれないこれが。本当はもっとなんかスラッシュとか刀とかでかっこよく決めつつ銃をハサミってやつだと思うけど、銃が楽しすぎて、いや、あ、あ、かわいいスパイダーたち全員撃ったよ。あ、逃げないで、あ、逃げないで逃げないで逃げないで。よし、まあまあまあ、撃てるだけ撃ちましたよ。私は、私は偉い、偉いのか。よし、行きます。あれ、ここは別に鍵関係ないところだった気がする。やっぱ上にいるよなあれ、なんか。あ、うん、さっきの人形たちか。あ、ひどい。ちょっとだけ、ちょっとだけ戦いたい。もうちょっとだけ、もうちょっとショットガン使いたい。あ、これが、これがデビルトリガーモードか。なるほど、理解。なるほどね、さっきから全く使ってなかった。だから、おもれー、待って、やばい、ちゃんと面白い。面白すぎて本当に集中しちゃう。何も喋れない時間が続くわ。喋らない方がいい説ある。なんならなんかサイバーパンクの動画の時みたいに、あ、飛べ。スキミ HP、 HP じゃないな。鍵を使いますかのあれって。もう
なんだお前はもちゃんと弾いていくんじゃねえ。貴様は死ぬんだ、私の手によって。よし、なんか体力自体はそんな高くないみたいな。あれ戻ってきちゃった、古びた鍵でしょ。こっちで使うものがあったりして道をもう忘れてる。あ、これあれか、強化か。あ、一回抜いて、よし。アラストルの装備に使うことができる技、ブーメランのように剣を飛ばす突進攻撃、エアハイク、エアライド、レイド、エアハイクめちゃくちゃ欲しいんだけど、めちゃくちゃこれ以外いらないんだけど、今のところエクストラって何、回復、体力回復、悪魔全部破壊、ああこれアイテムか、なるほどね。あんまりこれにお金使うのは良くないのか。いいかい。とりあえず俺はエアハイクをゲットすることを目標にしてプレイするかな。エアハイク絶対一番強いじゃん、ダブルジャンプで空中で。どれだけこのゲームのコントローラーがめちゃくちゃ使いにくい時の操作が楽になるか。あ、くれ、はい、待って、じゃあ結局古びた鍵はどこで使うんだ。さっき使ったのかな。どこ行けばいいのか分かんなくなっちゃった。待って、コントローラー勝手に落ちないで。よし、来た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 、で、あ、獅子に OK って言われたりしてて、もうさすがに。まずい、道が分かんなくなったからやめときが。だよね、ここで入って降りたね、俺で、ここにある杖みたいなのを回収して、で、こっち側に道があったりしてないね。こっち側に行ってここに持ってきてきて、あ、杖を運ぶ、ここにはめ込むよね。はい、使用します、もちろん、どうぞ。雲がめちゃくちゃいたね、ここには。よし、クリアタイム、オーブ352。D、まあでしょうね。まあ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 。というわけでですね、ちょっと今回はここで終わります。デビルメイクライ版おもろいっす。多分今日中に終わっちゃうかもしれない。まあ、ただ今日中にね、終わるからといって、今日中に全部動画を上げてしまうと、私の私生活が死ぬんで、これからもなんか手抜きで頑張ります。はい。以上です。ご視聴ありがとうございました。まあ、ダッチョブーブですっていう挨拶を入れるの忘れたけど、私はダッチョブーブです。はい。先生との関係性をちゃんと説明する動画を近々上げたいとは思ってます。まあ、以上です。みんな、デビルメイクライおもろかった。じゃあねー。また見てね。多分、見た方がいいかもね。見なくてもいいかもね。話が長いね。お話が長いよって言うんですけど、やめよう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 、おしまいです。はい。さよなら。